死ねすごい威力だな。食らったらひとたまりもない。肝が冷える。タヌキ、冷や汗一つ垂らさず適当なこと言うんじゃねえ。まだまだ余裕そうだな。やれやれ、本当に余裕はないんだがな。かなりの威力だな。クソが、派手な技出しやがって。それを避けるお前もなかなかの手だれだがな。それにショートも厄介だ。隙を見せればすぐにでも氷で俺の足を奪うだろう。なかなか隙がねえ。俺や爆豪の攻撃への反応が異様に速い。人間離れしてやがる。心外だな。それを言うならお前たちも十分人離れしていると思うが。まだ若いというのにどれほどの鍛錬を積んできた。すごい、かっちゃんと轟くんを相手にあんな戦いを。飽きねえなあ、あいつら。暇あれば手合わせしてねえか。ジークフリートさんの戦い方はすごく参考になるからね。予備動作のない動きもそうだし、あの重心が極端な剣を利用した凄まじい攻撃、それにたまに個性に近い能力を使うのもすごく気になる。あれはきっと。ああ、分かった分かった。お前はたまにブツブツ言って怖くなるよな。でもなんつうか楽しそうなのは伝わるぜ。見てデク、見取り稽古もいい修行だ。だが俺はお前にも興味がある。どうだ、手合わせをしてみないか。ざっけんな、まだ俺との戦いが終わってねえだろうが。俺もまだやれる。次は当てるぞ。ならば三人同時に来い。その言葉後悔しないでくださいね。させてみろ。全力で来い、三人とも。やれやれ、いざとなったら止めるぞ。